僕らの別荘。髪伸びたね。髪伸びたでしょ。すごいね。近いな。ちょっと一周回って。一緒に回ったもしかして。よく分かったな。俺見てないから分かるけど。草食動物じゃん。この笑い声は一緒に回ったな。すごいなお前今の。逆も見たいな。逆に回って。あ逆に回る。逆回りして。一緒に回ったな。え？でも一緒に回ってるとこ動画に映ってないよ。そうか。そうなんだ。これややこしいね。そうね。俺は回ってんだからね、視聴者の方。うん、俺は回ってたって回るんだよ。で、俺は見てないからわかんないけど、多分笑われてるからあなたが回ってんだよ。多分ね。でもこれも見てないから多分としか言えないの。悔しい。どういう風に回ってるかそれもう一回ちゃんと見てもらったら、うん。どうやって回ってたかをちゃんと。あ、確かに。本当はこうやってましたよ。映ってなかったけど。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ。こうやって回ってんの俺。まあ回ってた。え？俺の時点のが早かったから見れたんだけど。嘘。回ってた。嘘。うん。回ってた。俺の時点が早いがゆえに。今度が好転。今度の時点だ。俺の時点が早かったんだ。見れました。ショートも見れました。見れた。回ってたんだな。バレたか。髪伸びたね。だいぶ伸びたねでも本当に。うん西条秀樹じゃん、うん、昔のね西条秀樹だ回ってみて YMC の時いやもう回ってるじゃんそうすごいねなんか伸ばすの、うん、いやだから逆にちょっと相談っすねなんか逆に相談似合う髪型順に相談順に普通の相談今の逆にはさ癖の逆だから順を教えて一回順を教えてくれないちびまる子ちゃんのエンディングやった頃の西条秀樹正直者の時に確かに交差点で100円、うん、それ違うそれだよギャグで有名になっちゃってる今すぐこれ交番届けよう時じゃん時だなそうだちょっと逆になんかおすすめの髪型とかあります逆にってなんだよ なんだよそれ逆にって順を言えこの逆にはあれじゃんもうなんか癖の逆だからなんだよそれ言ってる役だから。意味なんか。いや、そういう意味だよ。本当にそれを逆の癖。逆の癖。何難しいね。本当に逆に。日本語で遊ぼう。小西列だよ。遊んでるよ。小西列だよ。日本語で遊ぼう。それ、トニックじゃない。ちゃんって言って、ね、トゲトゲの姿で出てた。それで見てるわけじゃないから、まあ、日本語で遊ぶ髪型は別に何いいじゃん好きにしたら、うん、いやなんですけどちょっともうちょい短くなのか伸ばしていくのかみたいな、まあ、確かちょっとね襟足とかまあでしょうん長いまさいよね前髪も結構長いね長い長い、うんうん、けどあちょっとあんまりいい気もしないそうじゃないあんまりいい気もしないあちょっとこうもう痛い痛いだいぶ目いってる眼球触ったよね今あんまいい気もしないあれなんかいいじゃんあれえ、いいこれ。いいじゃん。いい。センス系。センスある感じ見えんの、うん、センス系。じゃん、お前。いや、わからんけど、自分じゃん。うん。真っ黒な服だけ着ろよ、お前。あ、その感じ、うん、真っ黒の同じ服を何着持ってる何着持ってる、うん、で、靴とかまで全部黒で。全部黒、うん。で、こんなこういう感じで。で、あの、ユニクロの靴下をその10セット買って、で、その、いや、これ別にのなくしても大丈夫なんで、みたいなさ、ミニマリストとかさ。あ、なるほど。ジョブズじゃないけど、うん、同じ服バーって買って。あ、ほんと？うん、センス系のお笑いやれよ、うん、あ、うん、あ、いいじゃんいいじゃんじゃあそっちに知ったらそうあんま声張ったツッコミとかもあ、そうそうそうだね普段その別荘でさギャーギャー突っ込んでるけどさいやいや、言い方あるけど、うん、やっぱワードでワードであ、ワードで刺す感じでいける、うん、刺すような、うん、やれよあ、ちょっとじゃあなんかいけるかなうんちょっと、まあでも、ちょっと入れるわ、うん、アクトで気持ちいい、うん、入れて、ちょっとアクトでセンス系のやつセンス系のやつ入れてうんああ、嫌だ。あ、OK、入れたから。あ、入れた？もう、こっからは今までにし、入れない。センス系。センス系。センス系のツッコミ。おしゃれコント師？おしゃれコント師。全部同じ服で。小道具使わない。小道具使わない。白シャツだけ。白シャツ。入れる。箱だけ2個置いてある。全部それで最強じゃんお前そこまで来たのすごいよそうなったらもう入れるよじゃあもう入れるよ、うんうん、はいちょっと手すら変なのおい乳首おい乳首おおおういおいやいじるならちゃんといじれつまんないじる雑魚ツッコミいじるなら面白くしろやっぱ夏は
熱いな。いや、癖すごいな。お前大学生癖すごいな。お前全然好きな大学生。癖しかないやん。終わってる。石見てて、どうですか今日。お前俺滑らすのうま。うまいねん。なんだこの大学生。なんでずっと関西弁なの。こいつ得意やねん。なんだ俺のこと滑らすん。損するわ。お前といると損するわ。一緒お前服着ろよ。いやお前メイシャ行ってこい。ついてってやるからメイシャ行ってこい。金出してやるわ。この前さ、俺電車乗ってて、ちょっと目の前にあの老夫婦みたいなのが2人乗ってて、うん、で、駅その次の駅止まって、うん、その老夫婦がすげえ2人仲良さそうに降りてったのよ。いや、落ちないかい。落ちまんって聞いた、落ちないかい。落ちある話以外すんな。髪戻して生命ちゃ高いね。いや低いだろ。あ、こんぐらいでいいわ。うん、こんぐらいがいい。いいわ。シンプルツッコミぐらいで、うん、いいわ。石。でもこれも石だから。うん。やべ、ごめん。ちょっとお前やめろやめろお前やめろ。やべやべ。石めっちゃ背高いね。いや、そういう時もあるけど。もう間違ってる。それ何なんだよ。もう間違ってる。そういう日もあるけど。あるけどって何だよ。何それ。ねえだろ。あるけど。こいつらが一番おもろい。こいつと飲みたくねえ。M1 とか出たらいいじゃん。最低。一番おもろい。最低こいつ。定期的にちょっと会ったりとかして、それはそのした心みたいな。そんな気がしないで。好きな人だけじゃない。そうだよ。はい、確かに。した心。あの聞き方やめろや。すげえなんかエロい話になるだろう。え、仲良しした。気持ち悪いからすんだよお前な。仲良し最低だぞお前人の初恋を。